この裁判は、民法などが同性同士による結婚を認めていないことは憲法に反するとして、同性カップルなどが国に損害賠償を求めて全国の裁判所に提訴したものです。このうち東京に住む7人が起こした裁判で、東京高裁は今日国の賠償責任を認めない一方、今の民法の規定などについて男女間の結婚について規律することにとどまっていて、 性的指向によって法的な差別的取り扱いをするものだとして憲法違反とする判断を示しました公裁で現行法を憲法違反と判断したのは今年3月の札幌公裁に続き2例目です九州でも熊本市に住む同性カップルなどが同様の裁判を起こしていて今年12月13日には福岡公裁で判決が言い渡されます